こ取れてる。どこに出るんですかみたいな。指から離れない。私より当分早くついてた。もうさ、電車すぐ乗せてくれなくて。消せん。イライラしないね。でもさ、新しい駅のホーム楽しくない？あー、綺麗なもんね。あれ初めて乗ったちょっと感動したんだけど、私古い方は微妙だけどさ、うすげえ上走ってるみたいな、三鷹から浮いた、三鷹から浮いた浮いた浮いた、みたいな来てて大興奮だったから。でもさ、踏切がなくなっちゃうのもね。え、ないとすっげえ嬉しいんだけど。便利だよ、超便利で、朝とかすげえ素晴らしいもん。便利だよ、引っかかんないんだもん、踏切に。だってさ、踏切を見てさ、子供をあやすのって日本じゃ、日本独特じゃない。あやす、あやされてねえぞ。あー、ちょっとそんなこと言うから分かんなくなっちゃった。私のせいにしない。あやすっていうか、ちっちゃい子は、ちっちゃい男の子とか一緒に見るってことでしょ。うわ、すごい。あ、見て、できたよ。すごい、すごい、マークできた。これがシニアとレンジャーさんのお洋服になります。え、いつの？アイロン使ってます。トレーニングキャンプ、これでやるよ。いいな、いいな、すごい。じゃあリエちゃん大きくなったら自分で作って。リエリエちゃん呼ばれて自分が話したんだけど。あ、シャイよ。やばい、足がしびれてきた。私作ったやつ、つながりだの。当たりだ。ごめん、うちのみんなはずで。本当は M サイズがいたんですか。お腹落ちたんですよ。足が。うん、これシニアケンじゃない。あ、シニアケンじゃない。あ、それ黄色です。黄色です。見えないと思います。あ、熱々。誰が。そうじゃん。並んだらアイロンで自由だからね。いっぱい並んでなくていいよ。3つずつとかでいいんだよ。終わったよ。どう？本当？お母さんできてる、できてる。したらさ、最後にさ、もう一回さ、ちょっと5秒ぐらい待ってな。はい。貸して。ありがとう。下もこの子になってる。え、1、2、5、3、ずれちゃうじゃん。やめてよ。怖い怖い。4、5、はい、じゃあ、OK、はい、じゃあこれもあげる。場所は分かりましたね、夕焼け小焼けね。あれ、読んできてるなど。やばい、足が待って、しびれそう。あ、ごめん。ザメ合いの里。あ、でも感覚ない。え、これ足の名前だよね。うん、そこの場所の名前だよ。死の名前にしちゃおう。あ、痛い。死を見せて、できたの見せて。あ、綺麗じゃない。使ってて、あんまりこうシャーっていう感じじゃない。そうでしょ、うん、なんかそうなんだなと思った。なんかいいんじゃない、自然と。そう、普段着でもまあいいかっていう。普段着でも着れるしみたいな。私これのコーンを作ったんですよ。本当、こっちゃんあたり着て。あー、無理よ。こっちゃん言ってよ。ね、言うのはいくらでも言いますけど。忙しそう。そう、なんか知らないけど忙しそう。忙しそうだけどね。キサちゃんまだここにあったよ。これ開けてないの。おい、あ、取ってない。あれは値札？もう見せるのに値札取ってあるけど。値札取ったよ。 S って誰だっけ。ルミちゃん。ルミちゃん S が1個しかない。やばいやばいやばい。てか F が1個欲しかった。そういうのやめて、ちょ、痛くなってきた。前作ったやつが私 S で作ってた。やばい、ルミちゃん足が死んだ。足が死んだ。そのうち生きる、大丈夫。ねえ、うちもちょっと死にかけてきた。ねえねえ、あー、ねえねえねえ、これ何のためにやるの、これ。あれ、これ、はい、ここ消すの、ここ消すの。なんか、こう止めんじゃね、こう。わかんない。え、これつかない。あー、5秒ぐらいこうギュッとあって、ね、誘拐。そう、持ってないんだからね。持ってなかったら
それやめて一回別でさ。今私たちは流れちゃってる。混ぜない。だって携帯持ってるの。病院に電話できない。病院に。あー今ずらしちゃったズバカ。ね。やばい。笑っちゃうんだけど。なんかしびれて笑い込み上げて。笑うと笑うでああってなって。この前ビリやったのビリ。腹筋がもうやばいし。死ぬかと思った。そんなに。もう笑うだけだ。そうならないためには順番があるね。ちょっと初体験のビリはびっくりしちゃったよ。初体験のビリは。今日。最後みんなでビクトリーって言ったの。ちょっとねびっくりした。学校陸上部やってるから、陸上部なぜビリーみたいな。あれの遠い。山田先生なんかビリー持っててさ。山田ビリー持ってんの？山田やってんのかな？それでなんかみんなのこと教えてて。ねだからどう？だから山田がビリーやってる光景とか超ケツ。山田、もう書いてないやつあるから書いてね。やばい。あしびれてきた。入院してる。足入院してる。右手20粒で450円。高くない？高いよ。だからなくさないでよ。あ、ちょっと動いてる。あー痛くないで来た。さて、これやり方がない。これだけ企画ができてるのにどうして文句だけ言って終わりにするのか。それなのに新しい意見も入れないし、どうしたらそこまで出たんですか。特に145の池上さんと、それと小島さん、ちょっと無責任な意見だなと思ったら、もうちょっとね、売り立てるような意見を出さないと出し方も絶対できっこない。300人もそういうことないってことを繰り返し、それからね、あのお金のカッパであっても出せないってことをね、あれも言い方が全然ちょっとやればね、良くないね。多分会議に2回ぐらいしか来てないヤングたちはそれ聞いたらもうやりたくないって。そうね、もう帰ってきて、あの人も食事に行った時も、何なのあれはってみんなにすごい言われてしまって、どうしようかな。半端な時間だったけれど、でこちらの一応地区事業の了解だけ取れれば、まあ、まだ何もね進んでいないだけだから思ったけれど、まあ出るけどね、あれをそう、で今年地区事業なくてね、してくれたよ。だから作ってくれた方にね、もっと感謝でもいいんだけど、そう言ってますね。リーダーみたいなの批判ばっかりでしょ。だからあれ私もちょっとまずいなって、あれでなんかもう彼女たちがあれだけ反対されるんだったら、もう外に出るのはやるのやめましょうっていう話になってしまったんですよ。で室内でできることをやろうという話になってしまって、本当に12月1日になったでしょ。あのほら12月になるとね、11月でも一週の違いなんだけれど、日がどんどん短くなって冬至に近いでしょ。やっぱりどんどん、ね、日暮れが早くなってくる。だから何時まででOKかっていうのは難しいっていうね。ちょうどそこが本当に私なんかリーダーにはね、あれから3月とかね、もうちょっと時期のいい時期、年度内だから
はい、あの方に落ちるかしらねっていうようなことも言ってるんですけど、ただ学校行事がね、3月なんでまたいっぱい、だから今回はね、もうあれであれで、あれはあれで、私もやっちゃうべきだと思うし、あれでいい、ただ時間ね、どうしてもそのクラブ長の早く会えてくるみたいなね、でやっぱりですね、池上さんもすごいそれを言ってたので、そうなのよね、と思って、そう、だからね、一回やっぱりあの試験的にやってみる、車椅子の周りを回るのがどのくらいかかるか、そこら辺はちゃんとこれだけあればできるとか、そういうのをきちっと持っていかないといけない、それとあの、あそこで本当だと、地元の小学生の役も入るから、それこそそこでみんなでパトロール作ればいいんだけど、ひょっとして時間に制限があるとね、それも場合によってできなくなるかなって気がして、そうすると各段に、ね、1台ずつ車椅子を与えてしまう、で各段任せにすれば、あるいはもうね、お任せだと回ることができるかとか、やっぱりちょっと工夫しないとね、一応、リーダーたちの意見としては、体育館の中でポイントラリーみたいな形を取ってしまおうっていう、家でもよくなくて、ポイントラリーみたいにこう、まあ、ここでは例えば車椅子段差を超える体験ができる、じゃあここでは絨毯の上は車椅子走る、そのポイントをいくつか作ってで、パトロールで回ってもらうようにしようかっていう話になったんですよね。喧嘩じゃないし、喧嘩してる方が、みんなの感じが回りやすいかなって気がするので、出るとなると、やっぱり出るのに手間がかかる、でちゃんと予定通り帰ってくれるかっていうのが絡んでくるので、だからやっぱりね、中だけの方が無駄かなって気はね、ただね、そっちに向けていろいろ工夫しようとかね、一回そうじゃやってみようとか、近くでせっかくだからギリギリまで伸ばせないかとか、そういう点が本当になんかしたくなかったのでびっくりしましたね、ちょっと予想と全然反した内容だったので、あれだと何でも若いリーダー出ていけないなって感じがしちゃうよね、で、あの場所で意見も言えない、言えない、あの雰囲気ではね、かわいそうだな、そうね、だからあれじゃあね、じゃあ地区でもせっかくあなたがね、先頭を切るから一緒にやろうよって言ってもなかなかね、恐れ出しちゃうかもしれないね、でもね、なんとかあのみんなの力で事業をきちっと作って、ちゃんとね、あなた中心に、それからあの、あそこの110段の佐野さんや田中リーダーは一緒にやってくれるはずだから、ね、多分意見はね、多分そっち向きだと思うの、あの二人はね、ただあの台所とかね、なんかがあったから、特に意見はね、あの場では出さなかったけどね、もうあの財政権してくれると思うし、それから97だね、あそこなんかはもう参加、ワンカーに参加したいっていう意見だったと思うのよ、ただ改めてあそこででもね、前向きにやろうっていうところまでは言えなかったっていうだけでね、というかその畜生業っていうものが何なのかとか、そういうところからしてもわからないっていう感じなので、そうよね、やれる形を確保して、とにかくね、毎日にやれるということで、それで私学校の方にはさっきも出るしなきゃいけないよね、そうこの日で決定したからっていうこと、決定したというのと、できればその内容までどういう形でやるっていうのを提示したいんですけれど、でも宿泊には置いておいて、それでも大丈夫だよ、それでも大丈夫だよ、それでも大丈夫だよ、午後だけでやる、だからキャンセルになるわけだから、そこだけはね、言わないといけない、中身に周り騒いでるの、その時自分が冷静じゃないと、何でかその騒いでるの、話しちゃうみたいな、ね、ただ時間的に伸ばせないって雰囲気でしょ、一応ね、1時に変わっても4時までで3時間取れるよね、で3時間は時間があった方がいいと思うんだよ、4時半に帰る、そうなんですよ、それでダメかと私は言ってるんだけど、なかなかそう社員は だったらね、畜生業を一緒に作ってくださるんだったらいいんですけれど、そうじゃないのに、どうして、もう土曜日って。